こんばんは。うちはあえて給料に関してはブラックにしています。高い給料を与えるとサボり出す人が続出するからです。やっぱり与えすぎは良くないでしょうか。給料は与えすぎは確かに良くないと思うんですけど、与えなさすぎも良くないと思うんですよ。であとは何を取りたいかですよね。せっかくでも社員が求人来てもらって、一緒に働いているメンバーであれば、僕は社員やその仲間たちも幸せになってほしいなって結構心から思ってるんですよ。まあ、そういうふうにも思えるようになったのもある程度自分がお金持ちになってからなんで、最初は余裕がなかったんでそこまで気回らなかったんですけど、せっかくだったら思ってるんで、僕はね割とちゃんと生活が豊かになるようなお金をあげたいなって思ってるタイプでは、あります。でやっぱ経営者の方の中では社員にお金を与えすぎると独立したりとかいろんなことをやって遊んだりして仕事をちゃんとやらないから、あえて給料を全然上げないで、まあ、奴隷のように働かせるんだみたいなこと言ってるやつもいるんですけど、いや僕はそのなんだろう、それで会社がうまくいってるんであれば経営者としては、まあ、別になんだろうな、経営っていうのはね、やっぱ会社経営っていうのは本当サバイバルみたいなもんが、サバイバルというか弱肉強食ですから、それで結果が出て儲かってるんだれば別にそれは否定しないんですけど、人間としてはそんな人とはあんまり仕事したくないっていうか、ついていきたくないなって思いますよね。やっぱ何を得るかだと思っていて、会社をやってお金を稼ぎたい、オーナー社長としてお金を稼いでお金持ちになりたいっていう目標はみんな持ってて起業すると思うんですけど、その先にやっぱ社員の幸せだったりとか社員の家族の幸せとか、なんか人をなんか幸せにできるってところにもよ喜びを感じられるのが多分第二ステップなんですよ。だからそういう風になっていったら、またいろいろ人生変わってくると思うし、お金だけあっても楽しくないんで、なんかやりがいもまた増えていくんじゃないかなって思います。よく失敗するというか伸びない人で、お金を持ちでも不幸せそうな人の、典型的な例が社員とかそのなんか仲間とか取引先に対してお金をあんまり上げないでブラックにして場所馬のように働かせてると、でそういう風なことをやらせてる自分をすごいみたいな思ってる中二病みたいなやついるんですよ。そういうやつが僕はあんまりなんか人としても魅力を感じないし、なんかうまくいってないなって思います、ね、けど従業員の管理に悩んでるってことは、女性って男性と女性って結構そのマネジメントのやり方違くて、男性はどっちかというとビジョンとかお給料を上げるとかそういうところで結構惹かれたりするんですけど、女性っていうのはなんだろうな、ちゃんと女性に対してこう親身になってお話を聞いてあげるとか職場の悩みとか職場の問題点にちゃんと傾いてあげるとか、要は信頼できる社長か上司かってとか結構大事なんですよ。で男性と女性の使い方ですごくね、みんなね勘違いしてるのが、なんか女性もなんかこうお金をね上げいっぱい給料上げればついてくるでしょみたいな感じで、給料だけ上げて女性に対してすごい失礼な扱いとか、女性のなんかこう尊厳を侵害するような発言をしたりする人がいるんですけど、そういう人って一番やっちゃいけないし女性がついてこないです。はい、で女性ってねすごいね、適材適所にね、配置をすれば一生懸命働いてくれるし、男性より全然真面目なんですよ。で、例えば有名なサマンサとかね、カバンとかのメーカー、ブランドのメーカーあったと思うんですけど、女性社員しかいなかったりとか、そういうふうに女性に絞ってね会社を経営してるとか会社を運営してる会社もあるぐらい、すごくね即戦力になってくれるし、有能な人材もいるんで、うまく使えばいいと思う。愛は関係ないですね。経営者からの愛は女性多分求めてないと思うんで、社員の離職率を下げるには、どうしたら、いいですか、社員の離職率を下げるには、やっぱりもうビジョンですね。ビジョンを、語ることだと思います。だいたい会社の人たちはね、社員の方は将来自分がどうなるとか、この会社にいてどういうふうにね、どういうような未来があるかっていうのは、大事、一番気になることなんですよ。よく本当に一番やっちゃいけないのは業績の説明だったりとか、業績の再点検しないといけないんですけど、業績の説明をすごくしたりとか、売上を絶対達成しろ、売上こうしろっていうのはあんまりやっちゃいけないです。なんでかっていうと直接にあんまり関係ないんですよね。それよりも社員自身にとってどういうメリットがある、会社が成長するとどういうメリットがあって、どういうビジョンを、掲げているかっていうのをちゃんと教えてあげるのが一番いいと思います。こんばんは。私は経営者として少しでも未来を読み、会社社員を守るために時には厳しい決断に行動しないといけない時があります。しかし社員の中には視野が狭く理解が得られない時があります。そのような時は美咲さんはどのように対応し、どのように自分を慰めていますか。そもそもなんか社員に対して理解を求めることがすごく間違っていて、経営者っていうのは、別に何だろうね、孤独なんですよ前提として。だから社員に対して何かしてもらいたい、仕事をしてもらうのはもちろんですけど、理解を求めてくれて社員が会社に協力的になるのを期待しちゃいけないですね。そんなことはしちゃ期待し全くしちゃいけなくて、社員たちの未来を背負って自分がその成功への航路をですね、歩んでいって出発、なんだろう、こう
漕いでずっとねこう成功に向かってねボートを漕いでいかないといけないみたいな感覚でやった方がいいので、誰かに理解してもらうっていうのが間違ってるんですよ。採用した従業員のモチベーションの低さにうんざりします。三崎さんはどのように従業員のモチベーションを上げていますか。社員のモチベーションを上げるのは一つ、もう一つしかなくてビジョンなんですよ。ビジョナリーカンパニーっていう本が結構有名なんですけど、人はビジョンについてくるんですよね。例えば会社の業績をじゃあ年商10億円にしようぜとか言っても別にみんな興味ないんですよ。別に会社の利益の売上なんてあんま関係ねえじゃんって感じなんで、それよりもビジョン、会社の売上10億円達成して、そしたらじゃあこの会社に社食を作りたい、その社食でみんなが毎日健康なものを食べて、そしてお金もかからない無料で提供すると、そうやってみんなの健康だったりとかその職場の環境を整えていって誰もが働きやすい素晴らしい会社にしていきたいんだみたいな方が刺さるんですよね。それをビジョンって言います。なのでビジョンで引っ張ります、はい。でビジョンをまず採用の時に掲げてそれに共感する人だけ集めると必然的に、その会社にマッチする人が、可能性がある人が増えていきます。